アド・ダックラ・ダフラは西サハラの都市。大西洋に面する港湾都市でアイウンの約5 5 0トル南にある。現在はモロッコが実効支配している。旧称はビリアシスネーロス。2006年当時の人口は約6万7千人。日本語ではダクラとも表記される。リオデオロ地域の中心都市で空港、無線局、インターネットカフェ、モスクなどがある。 1502年にスペインによって発見されたダフラには1884年にスペインの軍事基地が建設され現在もその名残が見られるダフラの港は主に漁港として利用されているダフラの海岸部には石油が埋蔵されていると考えられており領土紛争の要因にもなっている2015年初頭にアメリカ合衆国のコスモスエナジー社とイギリスのケアン エナジー社は、現地の住民の許可を得ない原油の調査を行った。カキの養殖は、ダフラの伝統的な産業である。収穫されたカキは現地に出荷され、ついで、マラケシュやカサブランカのレストランに卸され、余ったものがヨーロッパに輸出される。2015年4月に、バイスは、近年になって、ダフラのカキがヨーロッパの高級レストランに輸出され始めたと、報告している。 ダフラは水上スポーツの中心地として知られており、カイトサーフィン、ウィンドサーフィン、キャスティングといった競技が盛んに行われている。ありがとうございます。